私,私からはあのサービス運用エンジニアによる PHP8 バージョンアップ奮闘機としてお話をさせていただきます。今日は朝早くからお集,お集まりいただきありがとうございます。よろしくお願いします。はい、ではまずプロフィールです。えっと、比叡一加里と申しますあの。株式会社ウェディングパークという会社で、あのポトレートというサービスをやっています。あのサーバーサイドエンジニアをやってましてあの、チーフエンジニアということもやってます。 あとは技術イベントも定期的に開催していましてあの、この右下のこのイベントをやっています。次は10月28日に LT 会をやりますので、はい、こういう感じでやっています。はい、ツイッターアカウントはこの女性女 o 系 h でやってまして、趣味は野球観戦で、娘はここに映っているのが2歳になります。はい、で、私のやっているサービスです。そのフォトレイトというサービスなんですけれども、あのフォトウェディング。 またはその前撮りなどのその結婚写真の撮影スタジオですとかサロンを検索できる情報サイトとなってまして今日はこのフォトレートというサービスを PHP8 にバージョンアップした話をしていきますはい目次です、えー、バージョンアップの経緯からその PHP8 ローカル挙動確認またはそのパフォーマンス検証ですとか PHP8 の選定でそしてバフ解消ですとかテストチーム連携といってきましてリリース でまたはそのリリース後のパフォーマンス計測とやって、最後にこれからのバージョンアップについて話をしていきます。はい。PHP8 へのアップデートということで、それは去年の PHP カンファレンスから始まったということで話を始めます。 はい2021年の3月、今年の3月ですね、あの PHP8 のアップデートを行いまして、こちらをあの先ほどのフォトレイトというサービスをアップデートしました。でバージョンをもともと7.2だったんですけれども、8K でアップデートした形になりまして、あのフロント API 管理画面の3つのプロジェクトをあのアップデートしました。でフレームワークはコードイグナイター3をやっています。はい。 開発アサイン編成に関してです。えー、と基本的には僕1人でや,やりました。ですがそのチームの、チームの開発エンジニアは複数人いるんですけれども、あのリソース的にはあの,の都合で僕1人でやった形になります,、はいでそうですね。僕がメインで主要開発をやったんですけれども、町長にはサポートという形で、そうですね、テストですとか、あとはいろいろ挙動確認とか、もちろんコードレビューも含めていろいろやっていただいた形になります。 はいで現場のチームワークについて、ちょっと前提として、これから話を始める前提として、ちょっときょあの共有しておくんですけれども、あのチームワークはそうですね少人数でもチームとしては結構一体感を持ってまして、その事業責任者ですとか、ディレクターとかエンジニア、あとは営業ですとか、そういうところで職種違いと結構、コミュニケーションを多く仕事を行っていまして。 そうですね触手違いと理解し合える環境があり、互いに互いの成果を称え合うという文化があります。例えば、あの私がそのエンジニアで、例えば成果物、何かをリリースするですとか、こういうのを出しますっていう時にも、結構細かくあの内容を共有したりですとか、例えばロジックですとか、こういう処理になってますとか、もう含めて共有してて、それに対してコミュニケーションを多くやってるっていうところもあります。はい で、この PHP8 の話です。で、町長々から話が上がりまして、7.4に上げましょうという形で話があったんですけれども、で、僕はその、そうですね、8に上げれるかちょっと試してよい,いですかっていう形で話をしていました。はい。そこでバージョンアップの旅が始まります。去年のその PHP カンファレンスは、その PHP8 がリリースして、ちょっとだ、タイミングだったと思うので、 あのトークセッションが結構 PHP8 についての多かったと思います。で、僕はそれ見て結構興味を持っていまして、で、PHP8 ちょっと試して良いですかっていう形で、あのー、言ってみました。で、ダメだったらちょっと諦めようぐらいの気持ちを持ってたんで、あのー、まあ、ダメだったら7.4、ダメだったらって言い方あれなんですけども、はい、7.4にしようかなとも思ってました。 フレームワークがコードイグナイター3を採用してるって言ったと思うんですけれども、あのコードイグナイター4っていうところも出てるんですが、あのいろいろコードバージョンアップするのか、または別のフレームワークにするのかっていうところも、別途ちょっと時間を設けて調査したかったので、今回は工数の都合上、バージョンアップは諦めました。はい、でその対応工数に関してですで、3ヶ月分の工数を事前に事業として確保してました。 でこれっていうのは、その営業責任者ですとか、その情緒の方で定期的にロードマップ会議っていうのを行っていまして、その中でその保運用っていうところでも、そのそうですね、3ヶ月っていうところで枠を設けていました。で、僕はそれを聞いて、個数3ヶ月が長いのか短いのかっていうのが、最初はよく分かんなくてですね、まあ、正直、ね、あのそう短いなぐらいにちょっと思ってました。間に合うのかなぐらいには思ってました。はい ということで、調査を開始します。とりあえず、その PHP8 環境で動かしてみないことには変わらない、わからないなというところで、あの問題点も把握しづらいので、あのどカかで PHP 環境のローカル環境を作成しまして、挙動確認を行いました。はい。で、PHP8 のローカル環境を作成ということで、あの立ち上げたローカル環境、ドッカの環境にそのプロジェクトを配置しまして、その3つのプロジェクトを配置しまして、 あのいろいろ挙動確認を開始しました。で最初はその7.4へのアップデートっていう話もあったんですけれどもすでにその7.4のことは忘れてもうほぼほぼほぼ 8K のことを考えて作業しかしてなかったと思います。はいでそのローカル環境で試しにコンポーザーインストールしてみます。 でこのような形であのコンポーザーエラーが出るわけなんですけれども、その8環境に対応してないそのパッケージバージョンっていうのは、やはりそのエラーになります。はい。ということで、そのコンポーザーロックですねあの、プロジェクトで管理しているコンポーザーロックを削除しまして、再度コンポーザーインストールをするわけです。で、そうしますと、そのコンポーザージェーションにのバージョンの乗っ取ったその最新パ,イパッケージっていうのはインストールされると思うんですが、それでも結構エラーになるものも 多くて、はい、そういうことであのパッケージを更新ということであのコンポーザーロック自体をあのそのコンポーザーリムーブでエラーになったパッケージ管理を削除しましてあのリクワイヤーで最新パッケージをインストールさせました、はい、でもそれでもあのエラーになるものっていうものはありましてっていうのはその依存パッケージがバージョン交換でないですとかあとはパッケージ自体があの8を許容してないっていうところもありましてあのそうですね そこを、はい、バージョン、あのー、問題点があります。ということであの、セルフ管理ということを行いました。ちょっとセルフ管理っていう言い方が合ってるのか分からないんですけれども、そのバージョンの依存関係でインストールできないものは、その GDIP ダウンロードを試みまして、でそのままあの動けばそのまま Git 管理っていうところへ。 行いました、まあ、ローカル管理とも言いますね。でそうしますとやはり差分が大量に出ます。ということでレビューが大変っていうところに行き着きます。こんな感じであのそうですね差分がめちゃめちゃ出ましてレビューする情緒とかはちょっとイラッとするような感じになってってると思うんですけれどもかなりの差分が一気に出てしまいます。 はい、ですが、その後にそのパッケージ側がアップデートを行ってたりとかしてまして、無事、その対応中に、その無事、コンポーザー管理できるようになりました。で、その時にその進行形で世間が PHP8 対応しているなっていうことを、すごく、はい、感じました。はいということで、共同確認を始めます。 でそ,うするそうすると、やっぱりエラーも結構ポロポロ出てくるんですけれども、ちょっとご紹介すると、インプロードのパラメータ順の順序っていうものが、はい、ありまして、あの第一引き数にアレイを設定して、第二引き数に、あの、なんでしょう、あの、区切るあの文字列っていうものを設定するんですけれども、まあ、7.4では非推奨で、8では非サポートということで、ここら辺でエラーになります。または、その数値、数値と、 非数値文字列の比較異不分ということで、例えば、イント型の数値っていうものを空でかくあの比較したときに、7K ではトゥルーになってたもの、8K ではこのフォルスになるので、挙動がかくあの変わるっていうところがありました。他にも、ポロポロいろいろあったんですけれども、ちょっと見せると恥ずかしいものもなかったので、いろいろ、まあ、ちょっと一部紹介できるものはこういう感じなんですが、やはりそのグレップだけでは発見できない不具合っていうものも結構多くてですね、 そういうものは結構ページ単位でいろいろ実際に挙動を確認しながら見ていかなければ、あの、出会えない、あの、エラーでしたり、あの、不具合、挙動が変わってしまうところっていうところは、はい、発見していくしかな,なかったです。で、そういうことをしていくときに、その、はあの、既存バグに <laughs> 出会うこともありまして、で、その既存バグを修正するっていうところも、 はい、行っていました PHP8 とはちょっと関係ないところでも結構バグを発見してちょこちょこそこで直しつつっていうことも、はい、やっていました。はい、で次に NewRelic です。NewRelic というそのツールサービスで PHP でしたりだとかデータベースですとかそういうものの,あのサービスのパフォーマンスの監視っていうものを行っているんですけれども PHP エージェントが 8に未対応であることがその時に判明しまして、インストールできないっていうところに、はい、問題点を発見しました。なんですけれども、ニューデリック側で、後に PHP8 対応されましたが、ちょっと ZIT の方がちょっと対応されてなくてですね、PHP エージェントをインストールすると ZIT が無効になるということから、こちらもちょっとインストールを見,あの見送った形っていう選択肢も取ったりとかもしました。はい で、ローカルで行った PHP8 のパフォーマンス検証、こちらまだあの挙動確認の段階ですけれども、1回パフ,ォーマンスパフォーマンスの検証をしてみました。で、まずは最初に PHP7.2 の環境、で、8K の環境、で、8K にオペキャッシュ、で、そこにオペキャッシュと JIT っていった中で、AB コマンドであのパフォーマンス検証をしてみました。で、タイムテイクンパーテスってことで、全リクエストの完了に。 かかる処理時間っていうところでは、あの3.5秒、4.7秒とか,とか、1.1秒とか、1.14秒とか、まあオペキャッシュとかジットっていうのは効力が出るんですけれども、あのちょっと PHP8 の方がちょっと大きくなっちゃってるなってところと、1秒間に処理できる返すものでいったら、その7と8でしたら7の方がちょっと高、あの良かったなっていうところですとか、あとはオペキャッシュ、ジットっていうところはやはり効果を感じる。 っていうところから、はい、オペキャッシュ、ジットの効力を感じるってことと、あと、8だけそのパフォーマンス効力は、その速度面では、その時はあまり見られなかったです。っていうのは、やはりそのフレームワークとの親和性というか、なんか、そういうところっていうところと、あとは、そうですね、パフォーマンスチューニングっていうのは全くやってないので、そこだ、あの、そういうところで結構結果が出てるのかなと思います。はい。 で、そういうところがありまして PH、PHP8 へ本格的に採用を決定させました。で、このタイミングで PHP8 導入を決めまして、あの、事業責任者と上長に共有しましたで。調査をしながら結構エラー修正をゴリゴリやってたので、ほぼ残タスク等の個数も精度高く共有できていた感じになります。挙動確認と言いつつ、結構、あの、普通にあの導入の準備をしていた感じになります。 で技術負債の解消っていうところもちょっこっとやりましてあの、バージョンアップに関連しないんですけれども、たこのタイミングで技術負債を解消ということで、あのチームで感じてたその技術的この問題点とか、いつか直したいよねっていうところを、僕らは負債という感じで呼んでるんですけれども、1つでその先導グリッドを SMTP、サーバーの SMTP から API に変更するっていう形で、API を利用したメール送信処理に修正したんですが、 結果的にここで一番のリリース後のバグを生むことになりまして、やはりそのバージョンアップっていうところと切り分けをちゃんと行って、あの別でリリースすればよかったなというところで結構後悔したので、次回バージョンアップとかするときは、そういうところは、はい、変えていきたいなと思います。はい。で、あとはチームで回帰テストっていうものを実施しています。で、エンジニアとかディレクターとか、あとデザイナーの全員で、その 回帰テストを行っているんですけれども、その僕が作ったその8の継承環境の方で回帰テストを行いました。で、もともと月1で回帰テストを行っているんですが、この回は特別に回帰テストにも回帰テストを PHP8 の検証環境で行うことにしました。で、パフォーマンスですとか、挙動とかエラーなどは、その僕自身が気づかなかったバグを結構発見してくれて、すごく良い機会になったなっていうところと、あとは、 リリース予定の成果物チェックっていう部分で、あの全員で把握できるっていうところの良い機会にもなれたのかなと思います。なので、リリース前のものをみんなで見るっていうのはすごく良い、良い習慣ではあるなと、はい、思いました。あとは、この事業定例で報告っていうところで、あの、 で、あの、週一で授業に関わる、その全てのメンバーで、あの、週一の定例っていうのをやってます。で、そこに営業陣ももちろんいるんですけれども、そのバージョンアップのリリースに至るまでの細かな、今僕が説明してるみたいな、こういう内容を、 あの進捗を発表してました。で、補修運用面目的っていうところでバージョンアップっていうところはもともと伝えてたんですけれども、その運用面とかパフォーマンスで面でもすごくこういうところで結果が変わるかもしれませんとか、恩恵がありますってことを結構チーム全員に共有してたてところで、あの認識してもらってました。ということで、そのバージョンアップっていうのがエンジニアだけじゃなくて、チーム全員でその自分ごとっていうところで、あのー、そういう、なんでしょうね、巻いていくと、あの、いいのかなと。 思いました、はい。はい。ということで、リリースです。はい。で、どこもやっているとは思うんですけれども、細かなリリースフローを、はい、スプレッドシートで作りまして、はい、リリースしました。で、セントリーの、リリース後はセントリーのエラー監視っていうところで、エラーを見てまして、はい。で、ユーザーのアクセスの少ない深夜リリースっていうところで、リリースを行いました。はい。これ、ラーメン食ってますけれども、ちゃんとあの仕事してたので、これは、はい。 こういうことではないので、<laughs> はいお願いします。はい、でリリースの反省点です。はい、すてまとめてリリースしました。あの API とかフロントとか管理画面を今回リリース、あのバージョンアップって言ったと思うんですけれども、全て一緒にリリースしてしまってしてしまったので、やはりそのリリース後にポツポツ出てくるエラーにもうどんどん対応に追われるっていうところが。 ありましたなので、AL あの、AWS 使ってるんですけれども、ALB の荷重ターゲットグループとかを利用して、その重み付けでトラフィックを少しずつ流していくっていうリリースも、はい、検討するべきだったなと思いまして、これはぜひ次回には絶対やりたいなと思います。はい、リリース後の話になります。はい、パフォーマンス計測です。はい、で、Apache アパッチのアクセスログからサーバーのレスポンス数値を集計しました。 フォトレイトにはその、まあ、サイトのトップページですとか、そのフ,ォトロフォトスタジオの撮影スタジオの,そのスタジオページっていうところですとか、あとはそのフォトスタジオを検索する検索ページっていうものがあるんですけれども、一応ここでは3つの,その部類のページに対して、7と8の環境の差分がどれぐらい出たかっていうところを、はい、共有します。トップページで 85ms 85ぐらい平均で変わったなってところと、スタジオページでは5 1 8 m 検索ページでは、えー、226ぐらい変わって、改善としてはその30から40ぐらい、はい、速度改善が見られました。なので、そうですね、ジットの効果をすごく感じている、感じたなっていうところはあります。はい、で今後のバージョンアップに関してです。はい、でバージョンアップを怠ると、その手間が増えるなというのは感じてまして、今回7.2から 8K にアップデート。 したんですけれどもその7.3とか4とかをすとばしてその7.4でもともと出てるはずだったそのエラーに出会うことが何個かありましたのでその出会ったエラーがどこでど,のどういうエラーなのかっていうところを調査してあの切れ分けとかあのこれは何なのかって行うっていうのが結構手間がかかるのでこまめにチームとしてはバージョンアップしていくっていうところを行うその体質を築くっていうところが大事かなと思います。 あと、なおかつ、今回はそうだったんですけれども、事業のロードマップとしてバージョンアップっていうところがちょこちょこ設定してあると、はい、それが根付くといいますか、はい、いいのかなと思います。はい。で、なおかつそのバージョンアップの意味ですね。で、保守運用セキュリティ向上であることは間違いないと思います。で、そうですね。運用ですとか、開発効率化の一環っていうところもそうだと思います。で 運用者としてサイト全体の作りを見直せる良き機会なのかなとも思います。はい。で、次にモチベーションでございます。はい。サービス全体を作り変える楽しさっていうのはあると思いますし、この機会に全体、あの先ほども言いました、そのサービスの全体を、はい、見直せる機会とも言いましたが、そこでその全体を見直して、はい、作り変えるっていうところを行えるっていう機会でもあると思います。で なおかつこのチーム担当で回すってところも書いたんですが、はい。で、このチームで、はい、全員で、その、例えば、この人だけそのバージョンアップを経験してるので、な経験してるので、この人にまたチームあの、バージョンアップを依頼しようってすると、やはりその、 その知見ですとか、そういう部分が結構俗人的になってくるでしたでしたりとか、偏ったりとかしてくるので、結構チームで担当、このバージョンアップの担当を回すっていうところが良いのかなと思っております。で、そういうところであのあの知見をみんなで共有し合うっていうところも大事かなと。ううそうすることで、そのバージョンアップがよりカジュアルになっていくのかなと、はい、感じております。はい。ということで。 あの、ちょっと参いちゃったのですが、はい、まとめです。はい。PHP8 の検証、検討開始から対応リリースまでが、だいたい2.5ヶ月ぐらいで、はいや、やれたのかなと思います。はい。で、ローカル環境での検証作業ですとか、検証作業を結構がっちりやっておくと、後に開発環境作成をやったときにも、ほとんど新しくやることっていうのは結構少ないので、これは、このやり方っていうのは、 良い,な良いかなと思います。あとはオペキャッシュ実行の効力を感じております。でフォトレートでは結構30%ぐらいの速度改善になってます、はいで。そうですね、先ほども言ったのですが、バージョンアップは事業のロードマップとして捉えて、あの設けていくと、はい、全員で取り組みやすいっていうところがあります。でなおかつ、バージョンアップはそのエンジニアだけじゃなくて、全員で見て、全員で あの認識していくものっていうところでチーム全員で補修運用ってところも今回挙げさせていただきました。はいということでご清聴ありがとうございました。